第3種夏服に防衛記念章を着用した、広大幼児会賞上段二つは、外国勲章等の略受防衛記念章とは、自衛官がその経歴を記念して制服に着用することができる気章を言う。防衛記念章そのものは略受ではないが、気章の形態としては略受式を採用している。競技の勲章とは異なるもので、記念章、従軍記章、 表彰歴史等に相当する自衛官特有の栄誉である。従来、常備自衛官以外の自衛隊員が同じ条件を満たしても防衛記念章を身につけることはできないものとされ、防衛記念章を着用した自衛官が退官し、予備自衛官等に任用した場合は人事書類にて記録されてきた。しかし、2014年8月より予備自衛官及び 即応予備自衛官についても、訓練招集期間中における防衛記念章の着用が認められるようになった。防衛記念章を着用した、吉田忠志航空幕僚長と一等空作勲章の略樹類似の形状をしており、大きさは横3 6ト、mm、ル縦1 1トルである。略樹とはもともと、勲章自体を身につけては過敏に過ぎる場において勲章に、 付属するリボンを折って代用としたものである。つまり、外国の軍人が胸につける略字は、勲章等、第1条、第11条、第1項4号に付属するもので、あるのに対し、防衛記念章は略字型のもの自体が章となっている。そのため、自衛官の間では、グリコのおまけとも呼ばれている。防衛記念章の正式及び着用規定は、 防衛庁訓令昭和56年11月20日、第43号により定められており、自衛官の服装のうち、上層、第一種礼装第二種霊装及び通常礼装に着用することができるとされている。金属芯の構造は、同規定では定められていないが、販売されているものは、記念賞単体でつけることができない構造になっており、 止めピン付きの連結金具に通して左胸ポケット状につける。なお自衛官が外国勲章を受章した場合、その略樹を防衛記念章と一緒に並べて付けられる。着用手続きについて陸上自衛隊では自衛官が着用資格を得ると部隊長が管理する防衛記念章着用資格記録簿にその胸が記載され、 それに基づいて、防衛記念書を着用資格証が交付される。また、対象者がすでに資格証を交付されている場合には、その資格証に追記される。そして、着用資格者は、資格証を提示して、防衛記念書を購入するように規定されている。海上自衛隊も同様であるが、記録簿と資格証はそれぞれ、防衛記念書着用記録表を呼び、 防衛記念賞着用資格通知書と称される昭和57年2月20日海幕人第632号また、隊員の指揮の公用及び魅力化対策の一環として防衛記念賞の一部は配布されており平成3年7月26日海幕人第3645号その場合の調達は公募によって行われ防衛省入札広告で 新規防衛記念賞が告知される。授与に関しては、着用資格をもとに、中隊長以上の部隊長による裁量で表彰者が決定し、主として定期表彰のほかに、災害派遣等の功績の場合は派遣終了し、部隊が工場勤務に移行した後に適当な期日をもって表彰式が行われる。また、授与を行う部隊長の役職と階級によっても、 授与される少子の区分は、規定によって定められている。創設時の自衛隊には、旧軍経験者が在籍しており、戦前に受賞した、勲章、気章の略樹を着用する者もいたが、戦後の叙勲基準では自衛官が、現職の間に叙勲されることがなくなり、従軍気章や、記念章も発行されることがなくなったため、旧軍の軍歴がない当時の現職自衛官は、 勲章や略受を正当な権限を持って着用できる場合がほとんどなくなっていた。他方、他国の軍人は征服に多数の勲章類を保持しており、特に米軍では、記念章、従軍記章が数多く制定されているため、上層には大量の略受を着用している。そのため、外国軍人との外見上の均衡を取るという必要性もあり、 1982年4月1日に防衛記念賞制度が設けられた。制定当初は15種類だったが、その5種類が増加している。特に自衛隊の活動領域が狭かった昭和時代には防衛記念賞の正式等に関する訓令の改正はわずかに3回しか行われていないが、平成に入り自衛隊の活動領域が飛躍的に拡大するとともに、 同訓令は、平成元年から平成10年末までの間に8回も、改正が行われ、授与対象が拡大している。アメリカ海兵隊のピーターペース海兵隊大将ブルードレスに、勲章のマサーをつけた清掃に、略樹状のユニットアワードを併用している。防衛記念賞は、メダル本体は制定されておらず略樹状のものしか、制定されていなかったが、 2014年度一部の防衛記念賞と部隊表彰の2種類の計9種類に対応するメダルが制定され、式典等で着用しているのを見ることができる。外国軍隊の記念賞におけるリボンのみの例としては、アメリカ軍のユニットアワードやユニットサイテーションがあるが、いずれも部隊表彰を受けた部隊の隊員が着用するものであり、個人が受賞した勲章を 基礎とは着用の位置や TPO 等の扱いが異なる。日本以外の国々では、マサーキとリアクを服装によって使い分けるのが普通であり、外国軍人との均衡を失すると指摘されている。特に、メスジャケット着用時にはリボンを着用しないのが普通であり、ユニットアワードもフルサイズの国章類を着用する際は併用できるが、 ミニチュアメダルとの併用はできないため、メスジャケット着用時には着用しない。メスジャケット着用時には着用する、勲章類はミニチュアメダルとされている。そのため自衛官も制度上は着用できることになってはいるが、第2種類装時には防衛記念章を着用しないのが通例となっている。ただし、アメリカ陸軍ではドレスコードがブラック体の服装でも、 サービスジャケットを使用する場合、現役将兵は略樹を着用できる一方、海軍はこの場合もミニチュアメダルを使用するので、略樹は併用できない。樹が付加された防衛厚労省等を廃用する横須賀地方総監、防衛記念省の正式等に関する訓令第2条により、以下の自衛官が着用できる。彰子を授与された自衛官表彰を受けた部隊等において、 当該表彰に係る業務に従事した自衛官部隊の長の職その他の防衛大臣の定める職にあった自衛官再専任上級総長、専任後長、巡総市専人の職にあった自衛官内部部局等及び情報本部、陸上幕僚幹部、海上幕僚幹部、航空幕僚幹部、防衛装備長、防衛監察本部に勤務した自衛官庁機関勤務した 自衛官。在外交官に勤務し、または、優勝援助による調達に関する業務その他の、外国において行う業務に従事した。自衛官外国において行う訓練または、南極地域への輸送に関する業務に従事した。自衛官国際貢献に関する業務に従事した。自衛官国の行事または自衛隊法施行令第126条の12に規定する。 運動競技会協力業務に従事した自衛官防衛記念賞には以下のものが定められている。なお、太字の号数は訓令上は存在するが、現在は授与されることのない記念賞であることを示す。また、特別賞子及び第1級から第3級までの賞子を受賞したものは、合わせて防衛功労賞が授与される。特別賞子受賞者はまだ一人もいない。 第一級章子及び第二級章子は顕著な功績のあった少数のものに授与されている。着用は合数の順にし、通常横一列に対し3つを着用する。同種類の防衛記念章を複数個着用できるものは以下の要領に従い、当該記念章の中央に金または銀色の王冠をつける。2009年の改定以前は、 同種類の記念章を複数着用する際は、2個の場合は、銀色の硬貨を1個、3個以上の場合は、金色の硬貨を1個であった。つまり4個以上着用できても金色の硬貨1個であり、3個のものとの見分けがつかなかった。かつては、同じ記念章を4個以上着用するものは稀であったが、近年は自衛隊の活躍とともに記念章を受賞する。 機会が多くなり、時代に合わせて改定したと考えられる。特筆される複数受賞者として、オリンピック金メダリストの三宅義信と、小原瞳を挙げることができ、この2名のみが、第2号防衛記念賞を2度受賞している。陸上自衛大変、パワーリザーブ平成27年度版54ページ。マムアボリューム26例。 平成23年10月18日付防衛省、広告入札広告防衛省、HP、2012年1月17日閲覧、大隊長及び中隊長からの授与は5級、連隊長、軍長及び大隊長からの授与は4級、または5級、方面総監及び、資料団長、団長、学校長からの授与は3級から5級、陸上幕僚長からの授与は2級、 防衛大臣からの授与は一級、内閣総理大臣からの授与が特別少子となっている。自衛隊1982、マムはボリューム 38P50 防衛功労賞の形状変更と部隊功績貢献賞の新設2019年4月には、第4級少子及び第5級少子に対する防衛功労賞が制定された。 アーミレギュラーシオン670から1チャプター29から11アーミレギュラーシオン670から1チャプター24から12ビットほかハットユナイテッドステーツネイビーユニフォームレギュレーションズアーティクル3201から3212ほかマモア各号のエアーメール参照アーミレギュラーシオン670から1チャプター20から10ほかユナイテッドステーツ ネイビーユニフォームレギュレーションズアーティクル3207から3212、他、表彰のこと。必ず症状の形で出て、何級なのかも明記されている。記念章の号数はこの等級に基づき決められる、ABCDEF2017 年6月1日付で改正された、防衛記念章の正式等に関する訓令に基づき5種類が、 制定昭和天皇の体操の礼及び秋人、と、特人の即位の礼、オリンピック競技大会及び 2002FIFA、ワールドカップサッカー大会、ラグビーワールドカップ2019、主要国首脳会議など、ハット AB 情報本部の人事業務実施に関する、タッシュペルシャワン総会派遣部隊、イラク人道復興支援活動及び南スーダン、国際平和協力隊、第一次隊など、 陸時においては大体機、または中体機を保有する中隊またはこれに準ずる隊長陸時においては中体機を保有する中隊またはこれに準ずる隊長にすく、OPCW などの出航自衛官が、対象、マモはボリューム26、マモはボリューム26レスリング金の大原&、米光が、自衛隊名誉賞日韓スポーツ2012年8月28日、 ありがとうございます。